新型タイプ R はスーパータイプ R、 タイプ R オーナーは感銘されると思います。タイプ R はホンダ完璧な独自なブランドで20年以上の歴史があります。タイプ R はパッションでありエモーショナルそのものです。シビックタイプ R は NSX、 インテグラ、アコード、他のタイプ R に比べてもパフォーマンスが究極で一番の車に仕上がっています。今回初めて導入したプラス R ボタン、これはサーキットベスト、これを十分に発揮するためのボタンです。この車はまさにレーシングカーです。シビックタイプ R はニュル FF 最速、これの達成目処がつきましたが、さらにタイムを縮めるためにテストを続けております。史上最高のエンジンを作るためにターボエンジンと VTEC を組み合わせました。このエンジンのレッドドーンは7辺回転です。2リッター下級エンジンで出力が280馬力以上、そういうとこが新型タイプ R の従来と違うその良さというか特徴になるかなっていうふうに思ってます。